リレアモンロール、うん、ラズリン可愛いですよね。今日はいいのくまちゃんトッピー、今日はお稽古して舞台の、うん、3日後ぐらいに舞台があるのでお稽古してこれからラジオです。ネイルしてるけどめっちゃナチュラルです。してないみたいなものですね。タッキーさんありがとう。これねエフェクトするとあの明るくなるからいいんですよ。うん、裏起毛じゃないこれは普通です。たけさん今日は何食べたの？サラダ、あのねトマトのトマトが食べたくなってトマトのサラダと肉じゃが、肉じゃがです。お惣菜とか好きなんですよね。でもお稽古してる時ってね食べる時間がそんなちゃんとないからサラダとかだからねなんかパッて食べれるやつでもなんかグミとか食べるようになりました。食べる時間ないからしのいで。グリさんってミライモンスター出てます。そうミライモンスターやってます。応援番組すごいいい番組、ドキリグランプリ見た。嬉しいありがとう。エクステはね今一時的に撮ってて明日の夜からつけますねまたそう今撮ったんですよ。何してんの？お仕事のね準備、お仕事待ち。パパがずっと用意してます。え嬉しいありがとうございます。なんでエクステ撮ったの？綺麗にしたいので、あのエクステつけてるとあの頭皮というかこう優しく洗わないといけないからガシガシできないっていうのもなんか嫌だったし、あとはやっぱり全部取り替え一気に取り替えて全部きれいにしたいので、そうだから本当に1日ぐらいだけの長さです。うん、この長さはいいねってさ言ってくれたりするけどさ、でも舞台の ブロマイドなんか特典みたいなの長いので撮っちゃったし、とりあえずは長いの髪の毛です。そう長さ新鮮。でもなんかね意外と私長いのと短いのどっちも印象あるのか、なんかあの長くしても短くしてもね全然みんなに反応されない、周りのメンバーとかで。朝お父さんとかも全然気づかないから、あのお父さんに「え私昨日と違うところなんだ？」って聞いたら「え何？」みたいな分かんない感じだったから「髪切ったんだよ」って「エクステ取ったんだよ」って言ったけど気づかれなかった。やっぱ分かんないよねお父さんもね、分かんないから。お父さん長くした時も変わったでしょって言ったけど全然気づかないから、
気づいて、気づけ、気づけこの野郎って言います。韓国のさ、あの時みんな写真撮ってもらってていいなって、私も写真撮ってほしい。ファンの人のさカメラ上手だから。全然ねメンバーに会えてない。今日のリップ何？今日はゆいのくまちゃん、はるちゃん、ゆいのじゃない、これアミューズ、これかわいいです。ブルベ、あ、ちょうど頭と一緒だ。ドッキリグランプリ見ました、ありがとう。ドッキリグランプリ本当にびっくりした。あれさ、最初最初さ全然映ってなかったんだけど、あのもっとね鬼瓦とかゴリラとかめっすごい変顔してたの。すっごい変顔して、でなんかなんでこんなストレッチなはずなのに顔芸させられてるんだろうって思ってて。そう、マットさんありがとう。なんかストレッチしますみたいな、なんかエクササイズって言われてたんですけど、ゼットユーさんありがとう、ゼットワイさん、ケンティーありがとう。でもなんか全然なんか体を動かしてなくて、顔のゴリラじゃゴリラになりきった感じでってこういうこともしたし、なんか鬼瓦とかやったし、寄り目とか、あ、なんか白目こうっていうなんかもやったし、なんかいろいろやってて、え、おかしい、なんだこれって思ってたけど、でもずっとなんか止まらないからひたすらやられるがままに一生懸命やってて、そしたらなんか電気が消えてね、ドッキリグランプリの話で電気がついたら東野健さんがいて、びっくりした。あんな、私ドッキリグランプリ結構見てる方だったけど、あんなのは初めてだったから、東野健さん初めて見たから。でも逆にドッキリグランプリ結構見てる方だから、あの知ってるやつかかったらね、あの、あ、これ知ってるってなるじゃん。でも知らないやつだったから嬉しかったっていうか、よかった、知らなくて怖かった、びっくりした。打ち合わせないよ、本当にないの。あとゆいね、あのねすごいキャーって言っちゃう。東野健シダさん、マサさん、最近さ大声出しすぎてね、あの役で、ちょっと待ってください、すいません、あ、どうぞ言ってごめんなさいね。そう、あ、前からあったの東野健。そうなんだ、私見てなかったな。私はねなんかいろいろ、でもいろいろあるよね、いろいろなんか追加されたりもした。うん、最近さリアクションで顔隠したのもったいない。そうなんだよね、本当にびっくりすぎて、もうなんか怖すぎて、慣れてなさすぎて、だってドッキリ仕掛けられたこと多分ないもん。だから衝動的に手が顔にいった。そう、喉が枯れたって、そうなの。舞台のね混沌っていう舞台をやらせていただくんですけど、3日後ぐらいに。それでねすっごい大声出すの、普段は絶対に出さない大声出してるから、だからうん、普段絶対出さない声出してるし、普段絶対言わない言葉もたくさん言ってるの。だからね、一
つもと違うカロリーを使う。楽しいですよ。でももちろん楽しいというのは前提で。ありがとう、アイラブ。そう、見に行くよ。ありがとう。当日券もあるみたいなので、ぜひ。たけさん、好きなヘアアレンジ、でも私ロングのこう巻いてるの好きですけど、ショートの外羽好き。シネマルウィーン、あとさ、こういうの踊りたいんですよね。 TikTok のエスパだっけ、エスパさんだっけ。チン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 、ここしか首を押さえてるとこしかわかんない。チン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 。そう、覚えたいなと思いつつ、でも他にもやることたくさんあるから、その趣味じゃなくてやることまずやんないとって思って覚えられない。でもすごい好きな振りな感じなんですけどね、みたいな。ツーショット写真が当たった、やったー。とか、あとね、いろいろ覚えたんだ。あ、みんなあざとくて何が悪いのも見てね。あざとレンドラ見てね。アザドレンドラ見てね。なぎさちゃん見てね。読みたわ、ひろごん。TVer で1話見れるから、1話いっぱい見てください。つーくん、えだっち。何回でも見てください。すごいね。ぜひ見てほしい。なんか、私のなぎさにもぜひ、もちろん注目してみてほしいし、私だけじゃなくね、他のキャストの皆さんもいろんな良さがあって、なんかああやるよねって、女の子やるよねって共感できるようなあざとい役をしてる、ともえちゃんっていう役のりんかちゃんっていう子、今日好き出てた子とか、あとしゅんたくんっていうミルクさんのアイドルさんのケンタくんっていう役名ちょっと本名と役名がごっちゃになっちゃうけど、そう、しゅんたくんとかもね、ね、みんな優しいし、みんないい人で、みんな面白いの、みんな面白いんだよ本当に。で、あと小島くんっていう A グループさんの面白い役、みんな見たでしょ、私のファンの方見てくれたでしょ。さ、小島くんっていうね A グループの方の役がユーマっていう役なんですけど、そのユーマくんのちょっとこう挙動不審、ああちょっと待って、ああはいはい、ちょっと待ってください、今行きますじゃあちょっと、それでは皆さん、もう行きますよね。では打ち合わせに行ってきたいと思います。みんなあざとくて何が悪いの見てね。また宣伝しに行きます。また話しに行きます。バイバイ。